どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっとお知らせです。最近ガズレレ YouTube でサザンオールスターズのかっこいいバージョンだけをこう詰め込んだあとメドレー動画みたいなのを出してるんですけど、結構大好評でございまして、その後ですね、桑田佳祐さんのソロのバージョンも作ったりとかして、結局動画が5個の動画がアップロードされております。で今ねちょっと点でバラバラになってるんで1個のもう再生リストを作りました。はい、ここにリンク貼っておきますよ。この再生リスト見てください。コメント欄、概要欄にもね、そのリンク貼っときますけれども、サザンオールスターズとか桑田佳祐さんとか、あの世界観がもう連続でどんどん聞けて練習できるよというかっこいいバージョンですからね、ちょっと皆さんもこう。で、それぞれのやつ、わかんないなと思ったら、それぞれの動画のレッスン動画、ガズレレレッスン動画で濃厚解説してますんで、すごい勢いで活用してください。芸術の秋ですから、このね、秋の夜長に、サザンオールスターズ桑田佳祐さんのあのメロディーにも、慕って、ウクレレ三昧。楽しんでいきましょう。はい。ここにキーボードがあるけど、ガズピアノもね、ものすごい盛り上がってます。まあ、こっちの方もね、鍵盤楽器もね、ほんとね、なんかこう、音もいろいろ変わってね、またこれはこれで楽しいんですよ。いろんなことやってますからね。ぜひ皆さん、あっちからこっちから音楽を楽しんでいきましょう。ガズレレ YouTube ではですね、11月11日、ちょっとこれ改めてアナウンスしますけど、1111でガズレレの日ということに勝手に制定してるんですよね。まあ、一応今こういう事情がありますんで、ちょっと今年はですね、ゆるーくですね、我が家から11月11日って平日なんですけど、夜8時から、家飲みをライブ配信しようと思います。家で僕が飲んでるところ皆さんこうチャットと楽しむみたいな、まあ弾きながら、まあなんかそんな意味にしたいって、まあ、改めてアナウンスしますけど、11月11日の夜8時、時間空けといてください。はい、そしたらね、あっちからこっちから音楽楽しんでいこう。音楽聴くよりやる方が最高。ガズレレとガズピアノ、引き続きよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。